マガワングランプリ、イエイ、イエイ。はい、というわけで始まりました新企画ですね、スロマガのナンバーワンを決めようというそんな企画になっております。で、こちらなんですけども、実践時間が6時間になっておりまして、はい、単純明快でございます。これから紹介しますけども、このメンバーでサマイスナンバーワンになった人がそのまま優勝ということで、はい、単純明快なルールとなっております。はい、元気いっぱいにいきましょうね。はい、はいはい、そんなわけで、こちらのメンバーが今回ね実践する方々ということで、はい、いいですか、自己紹介ね。はい、はい、テンション低いね。僕からでよろしいですか。自己紹介。僕からでよろしいですか。もう隣から行きましょうか。わかりました。じゃあ、行かせていただきます。はい、私、攻略マガジンのトニーでございます。本日マガワン目指して頑張っていきます。よっ、いいですね。いいテンションですね。いつになく高めですね。そうですね。やっぱ取っていかないと。そして、はい、はい、そして私攻略団真田俊でございます。おはようございます。本日は好きな台を打って勝ちたいと思います。お願いします。おはようございます。ございます。はい、そして高一点。はい、はい、スローマガライターの七海です。よろしくお願いします。春らしい、うん、はい、で今日はですね、スローマガナンバーワンを目指して、女性もナンバーワン、男性の中でもナンバーワンになりたいと思います。なるほど、お願いします。男性の中でもすごいいろいろツッコミどころがいろいろあった。女子いねえのに女子ならナンバーワン、他の女子は納得しないと思う。私見てねえと。そしてはい、はい、まずその攻略マガジン踊るでございます。あ、来ました。まあいろいろ疑問に思うところはあるんですけども、一般的に食べられていや、なんか、うん、いいですよ、いいですよ、なんでこのメンバーでマガワン決めちゃうのかなとかいろいろ思うところあるんですけども、あります、あります、なかなかね、こうトニーとね、レビンさんと一緒に戦える機会がないんで、はい、そうね、はい、まあちょっとね、下克上的な意味でもね、レビンさんをちょっとポーンと抜ける時もたまにはあるんじゃないかなと。意外と知識派ですよね、僕らね。そうなんですよ、マニアック派。僕らというかね、これもしかしたら全員かもしれない。全員スロマガの一応ナンバーワンを決めようということで、マガワングランプリなんですけど、はい、どちらかというと、まあ、紙面ね、よく見てる方は分かると思いますが、僕らはですね、ある機種、特定の機種をガンガン打ち込んで、うん、楽しんで、さらに勝ちを目指すっていうタイプです。なので、はい、今回プロ排除してます。そうですね、プロいないですよね。プロいないでしょ。どちらかと楽しむプロですよね、僕らね。そうそうそう、その中でナンバーワンは誰だ。まあ、地区大会みたいなもんですちょっと待ってください。ちょっと待ってください。部活で言うと地区大会みたいなもん。地区大会なんだ。まだテンション下がりますよ。地区大会って言われる。まあまあまあ。ただね、今回、ナンバーワンになるとですね、なんと商品がもらえる。おお、なんすか。お、もらえる手じゃないですよ。お、なんすか。手じゃない。完全にもらえるものを僕扱って、先ほど。なんですか。もらいましたので紹介したいと思います。はい。こちらです。なんですかそれは。おお、ミートグルメ。ミートグルメ、お肉ですか。お肉じゃないですか。ああ、いいな。今半って書いてある。今半って。え、有名な。有名です。有名です。超有名です。浅草出身の。今半はすごいです。どうですか、これのミートグルメってことは食事券ですか。これものすごい今テンション上がりました。上がりました。いいですよね。とろけるお肉を食べたい。いや、食べたい食べたい。これがね、今回は本当に優勝した人をもらえるらしいです。3枚で1枚でも上回ってた人が優勝ですから、ね、はい、まあ、時間はただ言っても6時間なんで、あ、何を選ぶか難しいで、まあ、ノーマル AT-ART あるじゃないですか、はい、ただ AT-ART 言ってる人も一応ノーマルと差別化しないようにビタッと終わります、はい、AT 中でも。なるほど。時間切れ、宣言も残ってても残ってても完全に終了です、はい、なんでその辺も考慮しながら、ちょっと始まっていこうかなということで、まあ、おのおの戦略については、はい、流れ台取ってから、はい、言っていきましょう、はい。それでは早速実践の方スタートしたいと思います。頑張るぞ。おしたらしいんで、サラバンどこにあったかわかんないですけど、ちょっと打ってみたいと思います。全然ハマってねえサラバンがあるな。あった、あった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 。あ、やべえ、すげえ、結構混んでる。スロット魔法少女マドカマギカを打ちます。よかった。あ、開いてる。よかった。
撮ります。すいません、開いてるよな、もう開いてる。よし、個人的にはハーネスを打ちたいなと思っているんですけれども、ハーネスはそうですね、一応僕は下見できていないので前日の履歴とかも見ていきますか。お、液晶がずれてんな、なんだこのズレは。電源同時に入れないタイプか、これ3台ずれてて3台、いや、あ、全部ずれてんのか。じゃあいいよ、俺角で座ろう。ハーデス打ちます。朝はハーデス打ちます。それでは実戦を始めていきます。自分はですね、スロット魔法少女マドカマギカ、なぜなら好きだから、ただそれだけ。今日はマドカちゃんと一緒に、私マガワンを取りに行きたいと思います。はい、それでは1台目、アナザゴとハーデス、ね、朝1台打っていきたいと思います。とりあえずこれどこまで打つかですよね、問題は。まあちょっと液晶ダメと煽りを見て続けるかどうか決めていきましょう。ちょっと、まあ朝一のね滞在モードと言っても、まあ高設定ほど天国準備選択しやすいですけど、天国準備いるじゃねえかよ天国準備濃厚め出てますね。まあちょっとこのチャンス生かすというか、多分これ変更されてる可能性高いですね。そうなると昨日前日、まあ天国準備やめの可能性もゼロじゃないですけど、ブーン、そっちか、中段チャンス目か、チャンス目だ。お、うまくいけば天国上がってる、落ちてなければ天国上がってるよ。あ、まあなくはない感じですね。あ、エースね、これ強いんじゃないの。あ、開いた、 OK、 4000円、ペルセポネがいいな。うっ、あ、そう、ナイス。え、 30? ラッキー。おいおい、押し順でそんなに来るの。え、冗談で、マジで冗談すごくないですか、俺今2ゲームで80稼いだの。はい、十分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 だよ、まあ全然十分。ちょっとずっとリプレイが揃っちゃってるんで何だか分かんないけど、まあこれがまあ対応薬じゃないんで今。ああ、ここで引いちゃった、あれ。はい、で研修に行きましたというので、今の今日チェリーからいきなりこの研修に行くことはないので、すで、に始まっていたということで、この段階で通常画面、まあ、トロドキステージとか鏡ステージから前兆が始まってる、で途中で雫に行くこともなかった、この点からもうリセットだろうというのはもう判別できます。ただ前離戦の可能性あるんで、イコール高設定ではないと思いますが、でこの辺じゃない、8点、はい、まあガーセリそうですけどね、まあここはガーセリますが、おそらく今のでリセットは濃厚です、ね、お、なんかいた、ジャクセリか、ジャクセリあれ、ま、弱いな、ちょっと弱
かな。アミさんのカットインもなし。この最後がキロフィナーレならって感じですね。あ、キロフィナーレ来た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 、ドーン、よし当たりました。144ゲームでボーナスに当選です。さあどっちが来るかな。よしビッグボーナスです、ありがとうございます。せっかくのおびっくりしたがこのまま終わってしまいます。あ、諦めたらそれまでだ一応言ってくれたんですが、115枚で ART には入らずということでした。まあ言うてね、正直朝一天国準備スタートとかしていたとしてもですね、表で見える前にもう落ちちゃってることもあったりするんですよね。なので正確にリセットが見抜けるかと言われますと見抜けないとは思うんですよね。ただでも少しでもいいモードに滞在している台から打った方がその分、そうですね、ほいでめほいでめ中右キス電波左もキス、これが天国準備の時に出やすい。わーいいよ、闇の切りポーズうまくねはい、まあこれでダイヤ2連ですね。特殊抽選3連はさすがにねっていう感じでしたけれども、まあ、少しでもいいモードにいた方がアドバンテージがありますのでね、それを狙って打っていきましょう。よし移動考えましょう。いやとなってくるとどこ行こうかな。一応まだですね朝一台がありまして、その中のどこかにしようかなと思うんですけれども、どこがいいかな。おのるさんの隣も気になるな あーマジか、え下段キナナで上がったのかな。下段キナナで上がったら設定3とこの可能性一気に上がるんで、あ継続した珍しい、 GG 中の継続が珍しい、当てたい。ああダメか、えマジでこんなん絶対外せないって3点目も 80% 確定ですからね。何も S ねえのかよ、大丈夫だろ。よし危ねえ、ケルベロス60。はい、221ゲーム。大丈夫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 
これは平気で。で、320ゲーム。通常時からの ART ありますよ。行きましょう。ART の可能性ある。ない。ボーナス。ってことは。320か。前日のゲーム、やめゲーム数が分かんないんですよね。前日のやめゲーム数によってはこれ据え置きの可能性が高まる挙動なのでちょっと怖いな。なし、ART はなしです。お？だいぶチャンスですよ。もう超チャンスですよ。よいよいよい。当てていこう。お、よしよし。これいい、いいスタート、いいスタート。京子ちゃんがとりあえず欲しい。よしよしよし。あー、思わせぶり。一瞬本村ちゃん来るんかと思いましたね。おったー、はいはい。お、お、やったー。夜来ましたよ、これちょっとここ最近あの展開が恵まれなくて負けてたんですよ、ソロと魔法少女マナカマギカで。なんですけど今日は違います、今日は違います。コインが1枚で足りなかったので追加投資しました。ありがとうございます。214ゲーム総投資が9000で当たりました。ありがとうございます。さあ揃えます。誰が出てくる。私って本当バカ。ということでさやかちゃんのエピソードでございます。ありがとうございます。引け、オッケー。なんか引いた、なんか引いたけど弁当か。おら弁当だ。上がれ、5点だ。いけ5点、いけ5点ちょうだい。シュッ。ここでレア子役、ここでレア子役だ。全然危ないからねこのまま行っても。おー一応今日パターン出た。よっしゃ今日子役で、いやージャックだ、ジャクダー、ジャクダも熱いですよ。いや、これ落ちてなかったらもらえ、いや当たっただろう、もらったぜこれは。はい、
私レビンですね、リセットを確認した後、回しに回して600ゲーム台のゾーンで当てたということで、なんと投資が1万9000円でございました。641ゲーム初ボーナス。継続。おう、参ったそしてハテナでしたね今ね。おお、レビンさん当ててる。340ゲームおそらくなんですよ、おそらくなんですけども、据え置きでの800ゲーム台のヘルゾーンかもしれないですね。青、まあまあまあ、一応ですね、本日初めて実践データを記入する機会をいただきました。初当たり欲しいそろそろ、本当そろそろ初当てください。右上がりだ、オッケーありがとうございますあーぶねー、当たりを引かずに終わるところでした。そしてちょっと一応前日のゲーム数確認させてください、865の、当たりが400ってことは、そうですね、据え置きですね、はい、据え置きだと思います。なので、当たったらやめます、当たってこれが終わったらやめます。ただようやくの本日初当たりです。まあですよね、ケルベロス70ゲームと。おお、絶対なんか引いた、絶対なんか引いた。だって俺今ちょっとボード落ちてるなと思ったもん。これで当たったら設定6っすよ逆に。あー安い、安いよー。分かった、名王二角目にす。あーダメか。あーマジかー、やらかしたー、やらかしたー。ハーネスの割り外したの俺初めてレベルだなー。うわー、やっべー今の、やっべー今の、これ花火映った方がいいかもしんね。やらかしたー、凱旋とは待てが違うのに。直当たりにしてもちょっと弱いもんな、さすがに。いやー、やらかしたなー。さあ間もなく、400ゲーム到達ですね。ここでちょっとヘルゾーンにできれば入れたいなと思うわけですが、うまいこと入ってくれりゃいいけどな。まあ入るだけじゃダメなんだよね、入ってしっかり人に連れてこないと。OK、 405ゲーム、まあ青ですよね、どうにかしましょう。できれば継続させて黄色ぐらい。あ、最終ゲームのチャンスボタン、チャンス見て上がり、いやー弱えー。 OK、 おー最終ゲームのあれですね、プッシュボタン確定ですね。あぶねー、
継続ゲーム、まあ、5ゲーム目ですね、のプッシュボタンはもう確定なんで、よかったよかった。あー終わった、ここでレア子役を引く。あー、まあさっき頑張りすぎましたな。レア子役ゼロだな。あー最終ゲームでなんか、あー弱いな。あーあーどうにかレア子役引き場。はい、50ゲーム174枚。さああと3ゲームです。何も引かず、おお来たー、よしセーフ。この残り1ゲーム、これがいわゆるですね、残り1ゲームでワルプルギスの夜に突入いたしました。首の皮が1枚つながったというのはこういうことを言います。ありがとうございます。よかったーセーフ。あーノーマルかー、赤文字とか花火ガラスとかあればな。ポイッと自信を持って、本当か、あーやめて、いつものやつ、いつものやつだ、あれまあ、おーよかったよかった、ありがとう。ここ勝てば、ここ勝てばもう一撃、やめて耐えて、あと1回でいい、あと1回でいいから耐えて、おー耐えた、やった、今日のホームホームは強いぞ。お、しかもなんか引いてる。ジャクテリー。あー青。青でももういいです。ありがとうございます。ドーン。おー、いいぞいいぞ。はい。いや、もう全力でお願いします。やめて、おおおお、来たー、うまいうまい、ありがとうございます、頼む、赤来い赤来い、はい、おお赤来たー、やった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 、どうした今日は、黄色、さあ何本乗るでしょうか。あーしょっぱいしょっぱいけど OK です。わー頼む、弱い、これはいける、耐えれる、そんなバカな大事な15戦を落としたくないの。167ゲームです。これはこれも本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、満足です、ありがとうございます。あ、しかも1ゲーム目で演出があの一番下のステージじゃないので、これは熱いですよ、大チャンスです。はい、168ゲームボーナスに当選いたしました、ありがとうございます。さあどっちでしょうか、ビッグカモン、プチボーナス残念、まあでもエアリティ2は無視
ろゲーム数伸ばせるのでプチボーナスの方が正解なのかなってちょっと思うんですけど、とりあえずありがとうございます。プチボーナス、フローは乗せできなかった。おい、やめた。わかんないですよ、わかんないけどやめます。こっち行きます、横に。タッチセンサーは液晶のすぐ下、それそれ。せめてこっちは7レベルがバンバン揃ってほしいね。まだまだそれだ。おっと、早めのお滑る。こっち移動して早めのお滑るです。パケリン、頼む頼む、マジで。こちらをご覧ください。驚き入ります。頼む、続け。よしよし、これはあるぞ、可能性あるぞ。驚き入ります。やばい、やばい、あー、いけ。信じ発令。よし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 、41ゲーム、お滑る一発で二王門です。門が出てこない。よし、門が落ちます、完全に。やったった。今効かなくなりましたね、ボタンがね。よっしゃ、一応なんか移動が成功した形になりましたね。いただきラッシュです。いやー、暑かったね今ね。よっしゃ行くぜ。よし、5ポイントスタート、うん、やめようかな。今、700ゲームちょっと回してるんですよ。で、ジャクシェリーの出現率が139分の1、今1位か。で、他にいいところがないプラス、確実にリセットしたなっていうような挙動ではないんですよ。なので据え置きの可能性も、まあ、当然あるような状況で、さらに子役も悪いとなったら結構早い見切りをしていった方が、今日は、当然、まあ、6時間実践ということなのでポン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 移動していった方がいいと思うので、これはやめます。だー、右上がりだ。うめえうめえ、あ、まずただうまいぞ。100乗りました。うめえ、これある、あるうわ、あるわ、これはあるわ、これはもらいましたね。うわ、美味しすぎるな、それ100乗せて、これは超うまい。よし、その右上がり1個で150ぐらい持ってってんじゃねえか。今すげえうまかったっすね。ねえ、50乗せて50乗せて、さらにこれでしょ。下手したらベルゼボンで出てくる可能性あるもんね。ありますね、 GG 中なので。いきます。あー、うわあ、うわあ、ちょっと待って、ちょっと待って、完全に今旬の見てた。やったー、追加投資2000円ゴット、ゴット、おめでとうございます俺、おめでとうございます俺。綺麗なとこ、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 こ、あ、これ違う、俺ね、綺麗なとこで揃えるのが好きなんだよ、これね、青と黄色しかないとこ。総投資はまだ6000円でございます。
いやーでかいなこれは。ちょうどこの場面見るかな。嘘でしょ。いやーなんか来なきゃよかった来なきゃよかったわ。ありがとうね。こっちを見てたおかげで弾けたから。完全によそ見せたから。ちょっと僕もここでケルベロス以外が出てきてくれるとまだオノルさんについていけるんですけどね。まあそうですよね。60ゲーム、ケルベロスは60だったんですけども、これで残りゲーム数がですね200超えました。おっしおっし、これでかいですよね。これでなんとかなんとかあがきましょう。おい、チャンス目。当然ボーナス修正もしてますから、ね、おい、あっち、暑い、これ暑いですよ。迷彩な俺は暑い。でかいの乗る可能性ある。よし、終了。これは無理だ、無理だよ。やめます。もう1回ね、1回ハーデスかベルセモネが出てくれたらもうね満足なんで、とりあえず。OK。目を示されました。
よしよし大丈夫だろ。オッケー目標達成で、こっから回すのが難しいですよね。これね、こっからがなかなか回らないですよ。あーね、これが回んねんだ。よし頑張った。オッケーまさか回ると思わなかった。頑張れ頑張れ頑張れ。オッケー。あれなんか俺今日目押し下手くそだな。ここ必ず乗ります。一応3桁場の差はトータル 10% あります。まあ30なんだよね、基本30。ただ全然ジャッジメントはある。あー氷じゃダメ。あーよかったよかった、あざます。中段系の穴であるぞ。おのるさん追いつけるぞこれ。いやーマジで継続だ。うわ継続率いいぞ。あーもったいないもったいない。ただ OK、 80ゲームまたいただきました。あでもなんか最近負けてるって言ったけど、お正月明けに私実は7000枚出たんですよ。そういえばすごいですよね、この台で7000枚出しましたよ。いやー楽しかったな本当に。もうでもアルティメットバトルはやっぱり入らず、私本当結構打ってるのにアルティメットバトルまだ1回も体験したことないんですよ。だからもうそれこそワルブルギスの引きだけでなんとかなった感じです。はい、ということでそんな話をしていましたら終わりました。405M1525枚と十分でございます。ありがとうございます。あれあれあれ据え置きか、据え置きくせえな。あ、マジでマジか。これは引き戻し直りですね。このゲーム数でいった前兆ではないと思います。こちらをご覧ください。おっちょっ、お滑るか。あ、違う。暑い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 、引き戻すんじゃねえか。敗北を知り、あ 2で発展する可能性高い。引き戻しも1の1になるよこれ言ったら。ボーナスなんてことはないだろう。いただきらーし。引き戻した。なんだリセットっぽくないのに、おスベルも1の1で引き戻しも1の1です。ややこしいややこしいな。穴を狙え。
あ、これがずっと続いてたら、これ一応昨日ボーナス回数ゼロなんですよ。その前が16回当たってて、まあまあいい挙動だったと。でその前から合わせて今計算してたんですよ、よいよい腰で。やめゲームスタート530ぐらいだったんであれなんですけど、前日90いくつやめてるんですね。で今310じゃないですか。だから前日設定変更しててそのまま背負えてる可能性が高いです、ね、これが本当のプラス状態だったら。で鏡の場合ガセのプラス状態ってあんまいかないんですよ。なんでこの緑の車は実際に降格の可能性が高い。つまり前日からの据え置き、うわーいたいたよ。あ、後乗せかボーナスですねこれ多分ね。押し順ナビが出てるのにこの演出、基本レア役で激アツの演出です。ボーナスじゃねえか。ということで、おそらく、おそらく前日からの据え置きですね。で今400のゾーンで当たった可能性が高いと思う。ただいただきなし中なんで何とも言えないですけど、穴を狙え。あ、まあまあね、ここはね。1、2個目にチャンスがあれば継続の可能性がアップするんですけど、お、こうなると若干上がります。なし、若干ですからね。あ、残り1なんですけど、最低まあ10ゲームは乗るんで、どうでしょうか。でまあ50とか100だったら嬉しいなと。まあ基本ですね。終了ですと480ゲーム1570枚十分。ヘルゾーンのスタートから考えるともうこれは大満足です。さあ30ゲームを超えました。液晶でもすみません、ちょっとだけ見ます。今のところ強いものが出ていないんですけれども、大丈夫でしょう。よし、さあ、僕は大移動を考えてホール内容を見てまいりたいと思います。はい、590ゲーム1683枚で、残りジャッジメントストックは2つと。さあどちら様、ワンワン超ケルベロスでお願いします。うわ左ばっかり、そういうのはペルセポネでやって、おー抜けた、おー抜けてる抜けてる、マジで超ケルベロス癖あり得る。左多いっつの。十分でしょう。210ゲーム、これは今半は俺のもんだな。いやー申し訳ない。あるこれ、ここで何か引いた可能性もあるな。集団チェリーとか来ないかな。これは特殊薬かな。あ、チャンスね。ということは
このチャンス目で当たっていた、もしくは先ほどのチャンス目で当たっていた可能性がある。348ゲーム、349、チャンス目の10、ベルの5、75、75ゲーム、241枚です。うー、ない。バーを滑る、お滑る祭りじゃん。はい、これは、これは多分ガセ伝承なんで、ガセ伝承明けに2、おーって始まります。これはボーナスを挟んでない。おいなんだよなんだよ、4発引いたよ、もうなんだよ。はい、これあの話途中になりましたが、このおすべる祭りのおすべるの結果はですね、これまあガセなんで、ガセ伝承後はガセでも出ます。ミオも当たってなくても一応2おってなります。はい、行くよ、ここから。2、次で行かない方がいい。行くな、やめて。よし、あ、これは当たってるだろう、もう一発だろう。これも今二王門挟んだんで、当たってないと出ないと思うんですよ。驚き入ります。4の3、2回当たってた。これは上っぽいな。ていうか偶数でしょ、偶数は偶数でしょ。やり直し、仁王門に引き戻しとかないですからね、ものにしたいよ。おー頼む、マジで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 、おい大チャンスだったのに。やってもうたな、これ、これはやってもうた、完全に。お滑る4の3で1点の2要門にものにできない。ちょっとシリーズを見た感じですけど、まあまあテルベロス60で3000枚切りいくかな。はい、さあ、長らく続いた GG ですが、1050ゲーム、3095枚となりました。この後、ルームストックがあるのかどうか、ここですね問題は。ちょっと31ゲーム楽しみに回してみたいと思います。よし、レア子役を引いてどのモードにいるのかなって言おうとした矢先ですよ。これゴッと引いたらマジで
小野呂さんに置いてますからね。いやそうだよね、そうだよね。うわ小野呂さん超見てる、小野呂さん超見てるよ。頼む。あれ12って何、12って何、まずちょっと待ってどういうことでしょうか。小野呂さん先ほど外してましたよね、槍を外しましたよね。僕も外しましたねマジでか、前兆中じゃなかったと思うんだけどな。やっぱそうだね、なので普通に槍を外してヘルゾーン広角に上げたって感じですね。2ゲーム、よしよし。十分、でも80ゲームは全然 OK。 これは大丈夫、これは大丈夫、大丈夫でしょう。早めでよかった、助かった。100ゲーム台、これで ART 抽選を行っています。ボーナス本前兆中、ただそこまで強くないんですよね、てかほとんど強くないんですよ、ほとんど強くない、おかしいな、強くないんです、期待できないんです。143ゲーム、ビッグボーナスが欲しい、 ART に突入させるためにはビッグボーナスが欲しい、プチボーナス。おおおお、やったやりました今日は月が綺麗だね、よかったはい、前半戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様です。一応ですね、ここでまあ折り返し地点ということなので、サマエをとりあえず振り返っておこうかなと。はい、まあ、サマエをで競ってるからね、はい、はい、現段階で誰が一番で誰がビリなのかっていうのを、ね、明確にしていきたいと。わかりました。いうことで、はい、じゃあ僕からいっちゃいますね、はい、僕はあのサラリーマン番長朝から打ってまして2台打ちました。でトータルで、2万2000円なので1100枚、はい、投資回収が今下皿のみということで、はい、ほぼそのままマイナスと、はい、いう状況になっております。はい、はい、そしてトニー、自分はですね、はい、スロット魔法少女マドカマギカを3台、ね、お、そんな打った、打ってます、はい、打って、総投資が2万9000円、うん、で、今獲得枚数がプチボーナス中の、まあ、このぐらいと、これもそのまま全て1450枚ぐらいがマイナスになっております。はい、ただ ART 中です。はい、そしてシュン、はい、僕はですね、朝からアナザーゴッドハーレスを4台バトルに勝ちまして、結構打ちました、ね、ガチだね、ガチだね俺最初の話とちょっと違うから4台プロを排除したはずなんだけど、プロっぽい動きをしてますね、ちょっと、ね、いやちょっとでもいいけどやっぱ打ちたいじゃないですか。ただその状況で投資が24,200枚、そして回収の方も同じほどということで、はい、ちょうどプラマイゼロラインになっております。よくまとまったね、ハーレス、プラマイゼロ、ちょっと個人的にもちょっとびっくりしてるんですけどおはい、なんとか耐えてます。今のところ1番ですよ、この3人。確かにそうですね、マイナス、マイナス、マイナス、めっちゃ低レベルじゃないですかそしてですよ、そして、はい、私なんですけども、スロット魔法少女マドカマギカを1台今ずっと打っております。で投資が9450枚で、今枚数で1000枚ちょっとあると思うので、600枚、700枚ぐらいプラスかなといったところです。初めてプラスの人がこれ4人目で出てきましたね、リアルですね、はい、言っても3時間だから、まあ、そうですね、はい、そして、はい、ゴノルさん、はい、僕はですね、投資が6000円で、ゴッドを引いてしまいますよね、らしくない、
はい、これがハードディスクが400ゲーム乗ったり、ショーケルブロスが出てきて210ゲーム乗ったり、そんなおかしい、はい、楽しいことが起こりまして、今ちょうど終わったんですけれども、3095枚でしたね獲得が。で、ちょっと回しまして、投資が、まあ、300枚、3枚が、プラスの2700枚と約。うわらしくないね素晴らしいダントツで、もうでも残り3時間なんで、はい、もう負けはないんじゃないですか。ないですね、だもうあとはこのホールさんいろんなバラエティーに面白いシーンいっぱいあるんで、あらもう思いの丈をこぶつけて、うわー完璧だね、ウィニングランですね、後半は守りに行く、はい、もう2個取りに行きます、完全に2個取り来たな、はい、ガチでもうこれその立ち回りして負けたら超恥ずかしいです、恥ずかしい、いや恥ずかしくないですよ、もう全然、もうだって2700枚ですよプラス、僕そうだよ、それを持って一応守りに行くような動きをして負けたらちょっと3時間ですからね、言ってもそうだね、残りそうそうそう、マイナスにはもうならないと思います、僕なんないですなんない、ただまあでも他に行ってもらえば俺も一応3枚とか打ってるじゃない、はい、まあ、3枚打つかもしれないけど、はい、それでまた入れちゃえば分かんないから、まあそうですね、チュンとかは、ま、全く同じだけ後半で出る可能性が全然ありますから、ね、で、やめたわけだから、そうですね、その僕もこっちに行った時はもうそうなんだよ、逆転は全然あると思う、可能性ある、前一応2位がナナミなんで、はい、ナナミは全然今続いてるんですか、いや、ま、今もう終わっちゃったので、終わっちゃったんだね、はい、後半ハーですって言ったらいい、そう、いや俺の代いいよみたいないいですね、あれ出るよね、頑張ってください、なるほど、そんなわけで、まあ、軍団勢がちょっとね、あ、そうですね、そうですね、よくない、よろしくない、攻略軍団こっち3人だからね、相手の強さの差ですね、あ、そうですね、はい、やっぱりね、すいませんプロは排除ですからね、今日ね、プロは強さで、プロ排除するとやっぱ愛の話になるから、はい、パチプロのはもう愛の、パチプロは愛の話になってますからね、はい、今日は存分に出してますか、そういうところ、出てます、出てます、もうすげー負けてるけど、すげー負けてるけど、なんか楽しいんですよ、出ちゃってあ、これいいな、みたいな、これ今日5万ぐらい負けるかもしれないけど、まあいっか、みたいな、軍団だろう、大丈夫、大丈夫、大丈夫、OK、じゃあ残り3時間、はい、これから打ちますけども、その前にじゃあ、おのおの分かれて、はい、ちょっと戦略の方を言いつつ、はい、残り3時間、頑張っていきたいと思います、はい、それでは、後半戦、人生スタートです。はい、